お疲れ様です。岸田総理、広島県選挙管理委員会は25日、県内の政治団体が提出した令和3年分の政治資金収支報告書を公表したんですが、やっぱり領収書の250枚のうち、不正なものが50枚以上あったということですよね。いやー、これね、岸田総理、もう辞職を検討した方がいいですね。内閣改造じゃなくて、あなたを改造してください。総理改造ということでね。もうこうなったら岸田総理、党を、 移籍しましょう。令和新選組とかどうですかねなかなか面白いと思いますよ。多分ね、岸田総理はね、積極財政に切り替えるなら、もうね、自民党を離れてね、財務省の影響力も離れて、山本太郎さんのところで働く。これがなかなかいいんじゃないかなと思います。えー、首相をめぐっては、昨年10月の衆院選に伴う、選挙運動費用収支報告書に添付した領収書98枚にも、正し書きがなかったことが判明して、これも違反だということでね、すいません。 これからはしないようにしますみたいなこと言ってますけども、あの、やっぱりね、私たちが納税するときとかでも、領収書の1枚だってね、本当に細かいところまでチェックして、追徴課税だとか言うじゃないですか。なんだよ。なんだよ。やらせる方はこれかよって話ですよ。で、あの、岸田総理ね、私も広島地元ですけども、領収書をこう添付した会社、私も使ってるんですよ。いや、私はね、書き漏らしとかないですよ。で、秘書がやったことだからってのはね、 結果責任を伴う、うん、まあ、総理としては、は,なはだちょっと格好悪い言い訳ですよ。結果責任は負わないと。秘書がやった、秘書がやったってね、それ昭和のね、政治家じゃないんですから。もうそろそろ頭切り替えていきましょうよ。ついでに、自民党は辞めて、令和人選組とか入ったら面白いと思いますよ。なんかそれこそ、あ、そうだ、岸田総理、YouTuber やったらいいんじゃないですか。 令和新選組に移動して、それで維新を叩く YouTuber、ここにありみたいな感じでね、なかなか面白い人気が出るんじゃないですか。これから YouTuber タレントとしてね、岸田総理、元総理、ね、経済止めてみたとかね、こ <laughs> んな感じでね、<laughs> 国会総辞職してみたとか、財務省に殴り込んでみたとかね、これ様々いいんじゃないですか、文書改ざんしてみたとかね、まあ、いろんなプロジェクトお待ちしております。